はい仕組みです。男40代のモテ恋愛術恋愛心理学を使うステージにあうる方ですね、えー。今回はですね、えー、難関を知ると称賛を立てるということでですねお話ししていきます。えー、っとですねまああの最初こう思い立ったというか突発はですねこの恋愛相談動画からって、えーまあ、最近よく YouTube で見てるんですね。はいでああのまあ、ここから一つこう,こういう話があったんですよ。 あの自分のことをあんまりこうすいてくれないような女性をですね、えー、どうやってですね、えー、彼女にしたらいいですかっていうようなそういう相談があったみたいですねでは、まあ、いろいろこうね手段はおっしゃってましたまあ確かにそうだなと思えたんですけども、まあ、一つうーこうね最終的な総括の部分ですねコミュニケーションの問題ですからそれが改善すればですね それが改善すればあの、その成果が出ると。だから彼女、その女性にですね、好意を持っていってもらうっていうこともできるというようなことだったんですね。最後の総括が。で、えっ、ー、と、まあ、うん、そう、そうとも言えるけど、どうかなっていうようなことを思ったわけです。はい。でですね、えーまあ、ちょっと、まあ、この話をと、と、ま、っ、あ、かかりにちょっと話していきたいところなんですが、ですね、あの結論から言いますとですね、 この結論というのは、この賞賛を立てるという部分の結論からいくと、はい、あの、このね、難関、難しいっていうのはあるわけなんですよね。だから恋愛活動において成果を上げることに対して難しいと。で、まあ、二つ大きく分けてですね、えー、難しい目標。はい、目標が難しいと。それからの不利な土俵と。 戦いの場ですよね、えー、そこが不利なところで戦ってしまうとこの2つはですねやっぱり難しくしちゃうわけなんですよ。その成果を上げるすなわちその彼女を作るとかですね結婚をするとかですねそういったことを難しくしちゃうというわけなんですよ。でじゃあどういうのがあるかっていうことでちょっとお話ししていきたいわけなんですがですね、えー、まずですね、えー、ここ目標のまず1つね、えー、自分 適属性ってて、まししをを対象としていない女性と。と。いいいな女これを目標にするのは難しいと、はいあのまあ、結局、まあ自,分まあ、自分って自分個人だけじゃなくて自分のような人間はあんまりこうね、えー、好みじゃないとしている女性を,をターゲットにしちゃうとだからその人を感情にしたいって思うと難しいですよね、はい、あのまあこ,これちょっと具体的にどんなのがあるかっていうとお例えばと言いますかあまあねもうお金持ちだと。 はい、収入がすごく多い人とかあるいはお金持ちって言ったら別ですよ親から財産、ね、たくさん遺産をもらったって言うたらそれはすごい金持ちですからねお金持ちでないと嫌だって思ってる女性で、えー、自分がまあ稼ぎがまあ少ない方だとかね平均的とかあるいはまあ普通より少ないとかあるいはその資産も大してないってなっちゃうと難しいですよね。はい あのそこをなんとかうまく逆転するっていう方法もまあ,あるかもしれませんけどまあかなり難しいと思いますねあの。その会話で楽しませてなんとかするっていうのもあるかもしれませんけどその会話そういう会話までたどり着くのが難しいとかねあったりしますのでね一例あ,、まあ、あんまりこうねそういう女性すぎじゃないでしょうけどもまあそういうのありますね。それとかあとまたもう一つ言うと大体同じ年ぐらいの男性がいいと思ってると。 思ってるっていうのも単純に思ってるわけじゃなくて実際今まで付き合ってきた人も、まああのね、最高でも年上2歳まで上で、えー、年下とも付き合ってましたよっていうような女性は本当に年上が好きじゃないんですよっていう女性がですね、えー、例えば10歳20歳以上年下であるとかねになるとこれはまた難しいわけなんですよねこれはもう年齢なんでど,どうしようもないんですけどねあの金,金よりもどうしようもないと。 だからそういうのを目標にするのは難しいっていうことなんですよ、一つ。あのまあ、難しいっていうことで絶対無理とは言わないですけど、なんか、まあ、かなり確率は低いですよね。っていうのがありますね。はいまあ、ただあの、年齢に関しては結構いるんですよね。年が、まあ、それぐらい下の人がいいと、下の女性をやっぱりね、好きになっちゃったっていう話はあるんですけども、難しいというのは難しいです。 でですねあの、まあ、ちょっと今の話でもう少し言っちゃうとじゃあ,あのねでも20歳あるいは30歳年下の女性と、まあ、結婚してるとかね彼女にしてるっていう男性もいるじゃないかっていう話はあるんですけどもこれの部分の多くはですね金に物言わしてっていうわけではなくて、うんまあ、もしかしたらあるかもしれませんけどもともと年上好きの女性なんですよねそういう女性を彼女にしたとか奥さんにしたっていう場合が多い、はい、っていう話なんであってね好きになった女性が たまたま年上好きっていうねその確率はかなり低いんで難しいわけなんですよ。はい,っていうような話ですね。だからあの年上好きの女性をお、まあ、何か出会いを増やして、えー、ですね年下の女性とたくさん出会ってその中で年上好きの女性と出会ってその子をこうターゲットにしてこう、ね、口説いたらうまくいったとか、まあ、そういう話になるわけなんですよね。はい、その女性がだからまあそうでもないと同じ年ぐらいのね、まあ、一般的に同じ年ぐらいとか。 まあ最高5歳年上とかっていうのが割と多いみたいですけどもっていう女性だとこれはまたなかなか苦戦にしちゃうという話ですねあのまあ年上好きの女性って言ってもその男性が魅力的でないとだめなんですけども、まあ、そういったことでちょっと例話が多くなっちゃいましたねはいで次にですねえー、人気がある女性とはいこれも難しいですよね人気があるってことは競争相手が多いということなんで 難しくななるわけなんです、ね、だから女性から選択肢が多いと。はい、だからあのまあ 10, 10人、20人、30人から口説かれてるって言ったらその中でまあ一番にならないと口説、まあ、けないというわけになりますよね。だからそ,それ自体が難しいですよね。だからちょっと難しいと。はい、だあの魅力がその、ね、30人口説いてる中で一番であるという、まあ、自信があればって客観的にそうであればいけるんでしょうけども。 ですね、まあ、一番かどうかは難しいにしてもそのうち上位5人に食い込むぞっていうぐらいであれば、まあ、可能性はあるにはあるんでしょうけどもまあ難しいっていうのは難しいわけなんですよ。まあ、女性の方もね出会った男性でこの人が一番って思ってもその男性がね自分のことをまあ何とも思ってなかったらまあそれを諦めるでしょっていう話なんですね。はい、そういうようなことがあるからまあこれ難しいっていう話ですね。で次3番目 こういう人もいますね。恋愛気質が極端に乏しい女性って、なんかいるんですよね。あの、そういった女性と何人か出会ったことあります。うん。何人かって面白いですよ。その、ね、マッチングアプリ。マッチングアプリでやりとりしてですね、あの、あったと。うん。会って聞いたら一人も付き合ったことがないっていう女性がいましたね。あと、お見合いパーティーとかでもいましたね。付き合ったことないとは言いませんよ。付き合ったことあるけども、まあ実際それは、 付き合ったことあっても、まあ、キスしたことあるか一回会ってそれで別れたとか、まあ、そういう女性なんで、ね、あのもう男性に触られるのが嫌いなんですよ触れるというか触れるのが嫌いなんで、はいえーえー、っていう女性だとねもうそれは恋愛気質じゃないじゃないですかじゃあなんであの、ね、そのお見合いパーティーに行ったりとかマッチングアップリしたりしてるのかっていうとそれはですねうん、うん、あのそれはもうなんか結婚しないといけないと、まあ、親から言われてるとか自分でもそう思ってるとか。 あるいは子供を産まないといけないと思ってるからやってるっていうわけでね。うん。あの、恋愛気質とか恋愛とかとは無縁ですよね。そうなっちゃうと。あの、義務感でやってるっていう、そんな感じなんで。はい。えー、これも難しい。でもね、こう綺麗な女性結構いるんですよ。こういうとこ,こういうので、ね。あったんですけど、はい。残念ながらっていう話ですね。はい。 まあ、こ,んなんでこれが難しい目標でね。で、ちょっとあの思い出した話というか、こういうのでちょっと私がこう思い出す話があって、例としてお話しますけどね。はい。あのこれ、恋愛セミナーに行ったとで。セミナーの内容とは全然関係なくて、えー、隣にいたあのそのそ受講生がですね、えー、休憩時間にちょっと質問に行ってたんですよ、講師の人に。で、まあ、こういうことを言ってね。 言ったらしいあのしたしし私にも話んですよネットの関連、だからネットアイドルっていうのかな、ちょっと私はよく知らない世界なんですけども、そういうところのであの、アイドル、スターの女性ですね、にを彼女にしたいと思ってると。で、私、えっ、それは相当難しいというか、まあ、ほとんど無理じゃないかというふうに思ったんで、そう言ったんですよね。えそうしたらあのいや、講師の人に聞いてきたら、やり方があるからって、教えてくれるよって聞いてて。 えっって思ったんですよ、ね、そんなんないでしょって思ったんですけどうんまあでまあその後ちょっと講師の人にそれを聞く機会があったから聞いたんですけどまあこうこうこういうふうにやったらあのこういうふうにやったらまあ近づく方法はありますねって言われてまあ確かにあるっちゅう言えばあるかなってまあそれはまああくまでそのねその女性に対してこう近づく近づくっていうのはしゃべりかけるような機会を作る方法っていうのはあるっていう意味なんでねあのまあその方法があったからって好かれるっていう可能性は まあ、可能性はあるかもしれませんけど、まあ、ほぼゼロね。ほぼゼロっていうのは、その質問した男性が、そんな、生かしてる男性とはとても思えなかったんですよで。ちょっと言い方悪いんですけども、ネットアイドルを追いかけてる時点で、ちょっとオタク的技術で、一般的には素敵な男性ではないですよね。あの素敵な人はこう言ったら怒られるかもしれませんけども、はい。うん。ネットアイドルを、まあ、彼女にする人はいるでしょうけども、そ,それはそのファンじゃないような人。 うんね、そういったは全く無縁の人とかっていうかのことが多いんじゃないかなとは、まあ、勝手に思ってますけどね。はいでこれは推察するにあのねそういう人は彼女にできませんから諦めてくださいって本音では思ったと思うんですよその講師の人も。でもそれをねそのまんま言えないじゃないですかその恋愛セミナーやってあのね,、えー、ねあなたも彼女が作れますとかなんとかあのそういった。 あねえー、ことで募集してた手前でこういうことがあるって言ったのかなと思ってますけどね、えー、まあそういう方法で、まあね、23回ねこと話しかけることはできたかもしれませんけどまあ無理ねと思いますけどもまあこの男性はですね、うん、まあそうしてやるというふうにもうかなりねもうそれしか考えられないっていう感じでやってましたけども ああまあ、無理、難しいというか、まあ私的にはもう完全に無理だと思ってますけども、うん。まあそういう話ですね。はい。だからこう,こういうのはやっぱり目標にしてはいけませんね。はい。というふうに思いました。はい。次。他にあったのはですね、これですね。仕事で知り合った20歳年下の女性を感情にしたいと、はい、いう話だったんですがね。うん。あの、まあなんか仕事で話した時には、まあある程度こう仲良く話せたから、 はいいいねまあ一時期はちょっと自分もその女性にこう好かれてたんじゃないかという感じがしたという話だったわけなんですようん,うんでもど,どうかなっていうかかなりこれはちょっと無理があるかなっていう話なんですよねあの、はい、一時期好意持たれてたけどなんかちょっとし失,敗やらかし失敗をやらかしてしまってそれでもう嫌われてしまって、えーね、口を聞いてくれなくなったっていう話だったんですよねはい。 いいうことでまあこれもねこういうのも無理ですよねはいあの一回年下っていうのはこっちまあさっきちょっと例に出したんですけども無理でまあ仕事だから話してくれたって可能性はあってですねあの向こうの女性もあのね仕事で特に悪い人じゃなかったから、まあ、ある程度楽しく話してくれたっていうねそういう可能性が高いわけなんでうんあのそれ以上ではないというねで今もう話聞いて,てくれなくなったって言ったらもうそれで終わってるんでですねはい。 っていうことで、まあ、やめといた方がいいんですけども、この、この女性をなんとか自分のものにしたいっていう風に思っちゃって、この辺がね、超難関、かなり無理筋の目標っていうことなんで、あの、はい、こういう、これはまあ、諦めてっていうか、諦めなくても、とりあえず一旦忘れてる方がいいのかなっていう風に思いますね。え でですね、この表題のところに戻るんですけども、これもですね、その実例は出てこないんですけども、そっちの無理筋気味の部分が結構あるかと思うんですよ。はい。あの、ね、それをコミュニケーションの問題ですから、それを改善すればなんとかなるってね、いや、いやいやいや、いやいやいやい,や,いや,やって言いますか、なかなかそうならないんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん。まあ、その状況がどういうふうにこうね、自分にこう、好意を持ってくれないっていう、 状況なのかっていうのをもう少し詳しく聞いてみないとその部分はわからないんですけどもねまあそれともう一つはコミュニケーションの問題でコミュニケーションの問題を改善させっていうこと自体が、ね、それさえ改善すればっていうけどもそれがすごい課題なんですよ、まあ、難しい話ですよねはい、えー、どうですかねあの会話が苦手な男性かどうかわかんないですけど会話が苦手な男性がじゃあすっごく話がうまくなって会話が得意な人としてですね帰りたいでその女性と話すって いうようよななことにるるのかするのかかすすでね、うん、っていうこと自体が難しいですよ。あのまあ、それこれはまあ不可能じゃないと思いますけども、かなりの努力と場数とね、あの勉強して場数を踏んでっていうようなことが必要になってきますから、ありますね、えー。それともしかしたらですね、一つ例があって、えー、例えば背の高い男性でないと嫌だって思ってる女性はいるわけなんですよ、結構な割合で。 特にあの自分より背が高くなきゃ男性男を感じないとかねいやそれどうにもならないじゃないですかもしあのその背が低いから嫌いだとか思われてたらですよ、うん、そういうような可能性もあるから、まあ、これはねなかなかそうは言えないんだよなっていうふうに思っちゃったんですねこうは言えないし改善すればっていうけど改善さすことが一番難しいことじゃないかっていうふうに思うから、うん、あまりねこういうのは簡単じゃないんですよねはい。 まあまあこう言いますけど結論部分にはこう思いましたけどそれまでこういろいろこういう練習こういう訓練とかねこういう努力をしたら魅力が上がるっていう話は説得力があったと思ってるわけなんですね。はいでですねで土俵の方の話ももう少し話んですけど不利な土俵ですね。あの2つあるとあの目標ですね難しい目標と不利な土俵で不利な土俵っていうのはどういうのかっていうと あの文字ですね文字をこう打ったりとかするのが苦手なのにメールのやり取りマッチングアプリとかですね SNS でここで出会いの場にして勝負しようってするとまあ難しいですよね。自分の苦手なことでやらないといけないと。で印象に残りにくいのにパーティーで勝負ってパーティーっていうのは女性もあ男性の方もたくさんの女性と出会いますけども女性の方もたくさんの男性と出会うわけですよね。だからあ,のあんまり自分が目立たないと。 目立たないと、こう、出会って話しても、女性が記憶に残ってないということになっちゃうと、もうですね、あの出会いの場として活かせないんですよね。えー、だから、あのー、まあ、印象に残るような、まあ、工夫をするとか、いうことが大事になるんですけども、もともとそれが苦手だったら、あえてね、ここで勝負しなくてもいいんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、ただですね、印象に残るように、なんか、努力して、していくっていうのは、大事になるかなっていう部分ではあります。 はいうんまあ、ただあのパーティー行、まあ、ってもいいんですけど主戦場にはしない方がいいですよねどっちかというとそれだと上の、ね、マッチングアプリでやればいいのかなっていう風、ね、に思ったりしますあと、まあ、これちょっと極端あのちょっとだいぶ狭めましたけどあの例えば、ね、料理教室こういうところで出会うのが有力ですと。 はいまあ、有力だと思いますよ例えばそれだと印象に残らなくてもですね料理教室で何回かこうね女性と会ってるうちにこっちを認識してもらうっていうことができますから、まあ、ただですね料理作るのが嫌いなと、はい、あの苦手苦手はまだいいんですけどこの嫌いだったらね料理教室行くのが苦痛になっちゃうじゃないですか。 そうするとそこで出会ってあのね、えー、出会ってその女性と時間を過ごしていこうってなってくるとこれは難しいわけなんですよね、えー、であの嫌いなことやってたら別に楽しくないから表情とかも楽しい表情とかできないからですね難しいということになっちゃうわけなんですよねほか、えー、にそのゲームで知り合うとかねオンラインゲームだとそこで出会えることができるらしいんですけどもゲームが嫌いだとゲームするのが苦痛なんですよ だからそこで出会いっていうのは難しくなっちゃうわけなんですよね。だからそういったので苦手なことをたくさんやらないといけない場所で勝負するっていうのはこれはこれでまた不利な投票ってことになっちゃうわけですね。こういうようなことがあるわけなんですよ。でで,ですねだから成果のためにっていうとこのね長男間の目標は一旦置いていくだから女性でねこういう女性が好きになってしまっただからあの、ね、恋愛活動を始めたっていう人結構いるんですけども。 はい、これはまあ一旦置いておいてくださいって言いたいね。えー、私的には忘れるのがベタ。ただこう私的に言うと、一旦置いて、出会いを増やして、いろいろな出会いをやってですね、いろいろな女性を見ることによって、えー、このですね、好きになってしまった女性っていうのは、忘れるかなっていうふうな気はしてますね。はいろいろな女性と出会うとその、特に好きになったって言っても、そういう実績があるわけじゃないですからね。一方的に好きになったと。それもほぼ一目惚れみたいなもんなんで。 深い話したわけじゃなくて見た目とですねちょっと表面的な話を聞いたぐらいで好きになってるわけですからはい、えー、まあね中身をそう知ってるわけじゃないからはいだからまあね他の女性たくさん知ってある程度中身知った女性がいいなと思ったらあのね、えー、そっちの方にこうシフトしていくのじゃないかなというふうに思ってますけどねはいあの大体こうパッと好きになっちゃう人ってあんまり出会いとかやってないですからね。はい ととといいいいううことで、まあ、ここでれ一旦置いてていくっていうところほんで,しょう、はい、で本当に忘れなかったらですねその何年後かに自分の魅力に、えー、磨きをかけて磨きをかけてその目標に向かっていくっていうのが、まあ、王道として言われてるんですけどもあ私的にはもうねそこであのね一旦置いておいて忘れてしまってくださいっていうふうに言いたいわけなんですよ、はい。では次ですね えー、出会いの場の向き不向きは試す価値ありっていうのはこの長男かの目標に比べたらですね出会いの場とかですねあの勝負する場はですねあの苦手だと思っても試してみたらそこがね意外と合ってるっていうことはありますのでそれはね試してみることもいいかなというふうに思いますよ。はい、えー、例えばそのメール打つのが苦手だと思ってても,もネットの出会いはやってみるとかですね。はいで まあ女性とメールやり取りするのがあ意外と面白いなってことになるかもしれないじゃないですかそういうのはねありですね、えー、それとかあのね目立つのがダメと言っててもおねパーティー行ったらそこも面白かったりするかもしれないしなんか意外とおなんか、あのー、ね女性と話があったりとか、うん、あの話がある女性がいて覚えてくれてたりするかもしれないじゃないですか思い込みの可能性があるわけなんですよねだからまあやってみるっていう価値はありますはい。 ですね。えー、なのでですね。で、別にここを、まあ、うまくいかなくても別にね、それで打ち死にするわけじゃないですから、あの、試すことできるわけなんで、やってみる価値はあります。ただ、明らかにわかることね。さっき言ったみたいに、その、料理が嫌いなのに料理教室に行ってみようとかね。ゲームが苦手なのに、そのゲームの場で会おうとか。かそういうのはね、ちょっと、まあ、それはちょっとね、もうやめておいた方がいいかなって。 あの試すことはもちろんできるんですけども、それは時間とお金がもったいないですよね。特に時間ですよね。はい。あのそういうわざ,わざわざ嫌いなことで苦手だと分かってることに手を出すんだったらですね、他に得意なことでもっとね、えー、例えばパーティー行くにしても、パーティーたくさん行くとかですねあの、マッチングアプリでやるにしても、マッチングアプリでたくさんメールを送るとか、そっちに時間を割いた方がやっぱり有効かなというふうに思いますので、まあ明らかに、あのここが振りだって分かることは、まあやらないと。 いうことなんですけども、まあ、ちょっとどうかなって思うぐらいだったらやってみるっていう価値はね非常にあるかなというふうに思いますよね。はい、であの、まあ、こ最初に戻りますけどもこ,ここの部分なんですよね。あのおなんかどっか改善したら一つ改善したらその全然ね苦手とこっちの方に全く好意を持ってくれない女性がなんとかなるかっていうとそれはね結構難しい話でちょっと無理筋的なところがあるわけなんですよ。 まあこれを1年2年自分がいろいろな女性と出会って鍛えてレベ、まあ、コミュニケーションのレベルを上げたりするといけたりする可能性はあるんですけども、はい、あるんですけども、まあ、まあ低いと。はい っていうようよななことなんですよねまあ、そこをねちょ,ちょっと言いにくい人が特にあの公私的ない人は言いにくかったりするからこうすればできるんですよって言うんですけどもそれ簡単なことじゃないですよね。ここ言われたのも簡単なことじゃないことを簡単そうに言われてるから違和感を覚えてしまったわけです。はい。はい、えー、なのでですねあの今回難関を知ると。だから難関を知って知ってここに挑戦してくださいっていう意味じゃないんですよね。難関を知ってもう称賛のある 目標、賞賛のある場、そういうところで勝負していって成果を上げると。そういうことを考えてもらった方がいいというふうに思いますね。だから難関を知って、そこをできるだけ避けて勝負してくださいっていうね、お話だったわけです。はい。えー、今回の動画がですね、参考になったなと思っていただければ、高評価およびチャンネル登録いただければ幸いです。以上ですね、えー、難関を知る、賞賛を立てるというお話でした。仕組みでした。 ありがとうございました。